おはようございます。ザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber の高野です。今日は6月は4日土曜日、バイリンガル YouTuber 文雄高野、今日も皆様にコミュニケーションワンポイントプレゼンテーションです。はい、今日はですね、このバラをバックにしたシリーズの多分最後になると思います。この花がですね、このバラ園の最後の一株です。もう次々もう古くなってくると切っちゃうんですよね。はい、今日で最後になると思いますが、皆様にですね、この1週間のバラ園をバックにお話ししたですね、特に語学、英語は喋っちゃえというお話をの繰り返しになりますが、復習みたいになります。はい、はい、今日のテーマはですね、クイーンズイングリッシュの猿真似はやめなさいってお話します。クイーンズイングリッシュの猿真似はやめなさいというお話です。はい、日本人がですね、いくらロンドンのエリザベス女王とかが喋ってるですね、クイーンズイングリッシュのイントネーションを真似たって土台無理ですというお話は、私の友人のですね、彼はハーバード大学 MBA、 もう一人はですね、ノースウェスタンの MBA を持った人が、二人とも私のかつての部下ですが、言ってました。日本人はインドヨーロッパ語族とは全然違うんで、喋りが全く違う、インドヨーロッパ語族とは。日本人は日本語英語を喋ればいいんですってことなんですよ。それをですね、学校教育がちっとひまがってるんで、日本はですね、英語って言えばクイーンズイングリッシュの真似をしろと、発音も何もですね、何しろそれがですね、クイーンズイングリッシュが本物だと言ってるんですが、そんなことはない。クイーンズイングリッシュは76億の中のですね、ほんの 10% ぐらいの人しか喋ってません。ほとんどインド人はインドの英語、タイ人はタイの英語、中国に行けば中国の英語、ヨーロッパに行けばですね、ドイツ人の英語なんかすげえもんですよ。独特のドイツ英語を喋ってます。なんで日本人はですね、日本語英語を喋ればいいじゃないですか。そうすればですね、全然ですね、伝わります。日本語英語で伝わるんですよ。私はですね、ドイツ、アメリカ、イギリス、韓国、中国とですね、ビジネスで渡り歩いてですね、私のようなこの変なですね、日本語英語でビシッとビジネスやってきました。何億何十億という商談をですね、締結してですね、しっかり稼いで会社に貢献しました。日本語英語でいいんです、伝わります。例えばですね、 I think って言いますよね。 I think、 我思う。これをですね、え、あなた沈んだの、知床のあの観光船みたいに。Think って言った時ですね、あ、沈んだんだなんて思う人は10人のうち1人もいません。日本人は I think って言えばいいんですよ。 Think ってのは沈むって意味でもあります。考えるって意味ですもあります。 I think って言ったのをですね、お前ちゃんと発音しろよなんて言った外国人は皆無。はい、今日の結論、日本人は日本語の訛りの日本語英語喋れってことです。要は結果を出すことです。ビジネスで使うなら稼げってことです。はい、さようなら。